のゴルフ武勇伝は北海道に上陸。今年の日本アマ、そして北海道オープンの開催コースとなる名門北海道ブルックスカントリークラブで大暴れ。北の大地ならではスケールの大きな戦いをとくとご覧ください。日本のゴルフ界に風穴を開ける先鋭的バラエティー、ゴルフ武勇伝。精度の高いプロダクツで数々のツアープロたちをバックアップする GMA の代表として長年にわたりプロたちをコーチング。また音楽レーベルバトルフライサウンドのプロデューサーとしても活躍を続ける岡崎浩三が今週もナビゲート。真剣勝負、そしてやや辛口なトークにもご期待ください。ゴルフ武勇伝、舞台は新千歳空港からわずか15分でアクセスできる本格派チャンピオンコース、北海道ブルックスカントリークラブ。アメリカの名門コースを彷彿とさせる気品と風格に満ちたコースでのプレーです。今週の1ホール目は201ヤードのパー3。右サイドに張り出す池、そしてガードバンカーがプレッシャーとなるホールです。ツアーを支える名物キャディーたちがプレイヤーをサポート。宮下優子がゲームの進行をアシストします。はい、宮下、このゴルフ場なんていうゴルフ場でしたか？怖っ。北海道ブルックスカントリークラブ。北海道手こうやってやんだよ。こう自己主張です。何自己主張。はい、16番ホール201ヤードです。ティーからグリーンまで右サイドに大きな池が張り付くパー3です。お願いします。ネスコよろしいでおまか。類まれなるセンスと抜群のコントロールショットでこれまでに数々の勝利をつかむ横尾プロ。クラブは6番アイアンです。はい、横尾プロのティーショットです。飛ぶな最近。いや手前に乗れ、まあ、て引っ張ってれば飛ぶ。いや手前に乗ればいいかなと思いまして、はい、失礼します。はい、球や入っちゃうんじゃねえのこれ。え、グリーンには行ってますよね。はい、おーすげー、ありがとうございます。日本ゴルフ界のスーパースターゴルフ武勇伝に参戦。リオオリンピックではゴルフ日本代表ヘッドコーチを務める丸山茂樹プロ。丸山プロ、クラブは5番アイアンです。はい、丸山プロのティーショットです。乗って入った。やめろ。あ、これキャリーしてる。もうちょい前行け。ゲイス。天才だね。うめえな。いや世界の丸山ですよ。テクニック、みなぎるパワー、そしてその飛距離。彼こそがミスター武勇伝、立山光弘プロ。ニューモデル、エアーマッスル。ちょっと左からの風だと思う。どうですか。南鉄中空。俺絶対向いてんだよ、キャディ。世界初、南鉄中空。世界初。誰もやらないから俺がやるっていう。かっこいいね。悟空みたいだね。俺がやがれば、あ、噛んだ。珍しい。珍しいな。調子類は。立山プロ、クラブは5番アイアンです。立山プロのティーショットです。でもこれ骨折してるから乗らないと思うよ。そうですね。一応宣伝のために使ってるからね、今。これはユータ池田。これは池田ユータ。どこ行った。池田ユータ。岡崎コーチ、クラブはユーティリティです。岡崎コーチのティーショットです。あーバカ。結果は打つ前から分かってましたけどね。なんで心臓が弱いから。うん、でもいいとこ。いや、もっと右からなんだわ。打つ前から分かってましたけど。なんで。何でも
立山プロクラバーユーティリティです。立山プロの暫定球です。暫定球？暫定球じゃねえよ、3打目だよ。3打目です。そう兄弟、よし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 、はじめからこうやっときゃいいのにな。そうですよ、本当に俺は。え、今度はオノフ、いろんなの持ってる。岡崎コーチ、クラブは60度です。岡崎コーチの2打目です。何やねいきなりやって。あ、やっぱりやるんだよな。バンカー？いや、芝生の上です。今のよ、普通に打ったらよかったじゃないですか。さっきまでずっと良かったじゃないですか。いや60ヤードあるから。あー、短いから。岡崎コーチ、クラブは60度です。岡崎コーチの3打目です。しっとりしますよ、意外と、はい、なんとなく。あー、ちょっと、じゃあニュースな貸してあげましょうか。ほら、クラブをイメージを変えないと。え、ああいう気持ちになったことない。岡崎コーチ、クラブはパターです。岡崎コーチの4打目です。うめえ。そうなんですよ。ナイス。立山プロ、クラブはニュースナです。立山プロの2打目です。ありがとう、ナミヤした。俺が2打目だって信じてくれて。ナイスです。立山プロ、ナイスアプローチを見せるも結果は4オン。横尾プロと丸山プロはバーディートライです。横尾プロのバーディートライです。なんかね、丸山プロのバーディートライです。おい、ナイストライ、ナイストライス、ナイス。尾崎どうぞ。丸山プロ、これを入れてパーです。ナイスパス。丸山プロパーです。よく打ったのにな。チキショー。岡崎コーチ、これを入れてダブルボギーです。そうだ、それはしねえ。岡崎コーチ、これを入れてトリプルボギーです。岡崎コーチ、トリプルボギーです。逃げるからね、こっちをさ、話そう。ずっと横尾プロのパーパットです。お、本当にバーです。入った。立山プロ、これを入れてダブルボギーです。立山プロ、これを入れてトリプルボギーです。立山プロ、トリプルボギーです。ボスと2人は惨憺たる結果に。横尾プロと丸山プロはパーでこのホールを後にしました。最高のステージ北海道ブルックスで戦う今週の2ホール目は17番、558ヤードのパー5。左右は湿原となっているのでティーショットにはご注意を。はい、17番ホール558ヤードです。両サイドが湿原となっているパー5です。湿原、宮下ってこと？違う、湿原じゃない、失う言葉、出現し、出現。原っぱ的な。両サイドが宮下の原っぱ的なだ。よろしいですか？はい。はい。お願いします。横尾プロのティーショットです。ブルックス。
完璧。ど真ん中。すげえな。うん、コンパスじゃないのそのドライバー。打ってみますか。すげえな、ゲロンディ。あれ。ます。お願いします。丸山プロのティーショットです。オッケー。あれ。ど真ん中。ティーショットです。振り切ったね。はい。ヒューヒュー。ティー。コンパスじゃねえ。いやどうしたんですか。, 笑い袋じゃないんですか。あまりにもまっすぐ行ったもんで気が触れました。びっくりしちゃって。そうびっくりしちゃって自分で。立ちにくいなこれ。そうなんですよ。ちょっとこっち向いてますよね、うん、どういうこと。右にちょっと向いてる感じがするんですよこのティーグランド。お願いします。立山プロのティーショットです。よいしょー。オッケー。あぶね。大丈夫です。オッケー。前下がりだよな若干。それでもちょっと僕は調整したんですけどね。お前さん上がり緩む。お前さん上がりだから応援する、はい、フレーうるさいよ。それ やられて毒なあれないんだわ。マイホール応援してるんですよ。さっきフレーフレーやった時まっすぐ行った。うるさい、うん、お願いします。岡崎コーチのティーショットです。ん？なんか右行きそうだな。あれ？ないしょ。そんな打つ前に自己分析しないでください。先輩完璧。先輩あの僕先月もあれ見てるんで、ね、もう慣れてるんですよ。これすごいっすね。ん？岡崎コーチしっかりとフェアウェイにプレースしました。セカンドショットは点在するバンカーにご注意ください。ブーデンは最近ずっと平川でやっておりまして。そうですね、はい、そうだ。ちょっとブルックさんがですね、はい、ブルッとちょっと、うん、来てくれブーデン。いっぱい宣伝しなきゃないですね、はい、いや冗談抜きでいいゴルフ場で。いやこれ初めてじゃないでしょ。自分だけが初めて。まあ丸山クラスはやっぱり札幌オープンなんか出れん出ない。いやいやいやじゃなくてスケジュールの問題と、はい、がいろいろあってですね、うん、出れなかったんですけど。ススキのオープンしか出れないからね。いやススキのオープンだそれ。個人的じゃねえか。まあそうなんですけど、まあでもあのすごくねアメリカとこう雰囲気も似てるし、いいすごいよね。もともとはジャル系だったの。そうです。川田さんの設計です。川田さん。はい。はいはい、でも東京からこれ日帰りでやって帰れるよね。近いですからね。近いですか、うん、あ本当だね、まあ、かなり弾丸ツアーですけど、はい、ススキのオープンは出れないけどね。出れない、うん、全くもう水ドローです、うん、本当にいいゴルフ場だ、はい、びっくりした。気持ちいいっす。何も言えねえ。言ってます。気持ちいい。言ってます、はい、危ないよ丸。岡崎コーチ残り310ヤードです。万が一があるからね。6番アイアンです。岡崎コーチの2打目です。あ、うんはい、あ止まれ止まれ、左足だけバンカー。なんだ。立山プロ残り288ヤードです。クラブは3番ウッドです。立山プロの2打目です。ナイスショットです。220ヤードしか飛んでね。14、15、16、あれ。14、15、16、全部折れちゃうんだ。これ添え木だから。左右添え木。丸山プロ残り264ヤードです。クラブは3番ウッドです。丸山プロの2打目です。半端ないの来た。じゃあ、早く落ちろ。まあな。大丈夫。
が。ドゥ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 。ユコープロ残り269ヤードです。クラブは3番ウッドです。ユコープロの2打目です。ああ、捕まってない。ああ、ギリギリ入ったかな。はい。岡崎コーチ残り157ヤードです。クラブは6番アイアンです。岡崎コーチの3打目です。左仕方ねえやな。立山プロ残り56ヤードです。クラブはニュースナです。立山プロの3打目です。わお、しゃ、これいいね。これがあるから安心して打てるよ。これ本当にマジで。丸山プロ残り53ヤードです。クラブはサンドウェッジです。はい、丸山プロの3打目です。お願いします。スピン。ワンビアウンド目がちょっとピヨーンって跳ねた。Yes。だけどうまいやな。やっぱり世界を取った男は違うよ。いやいやいや。うん？とんでもないっす。ね、悔しいな。ライン出し、なんかアプローチなんだけどラインをペアーっと出してふっつっとこう行くんだわな。できそうでできないんだわ。俺の次のアプローチ見てみ、もっとすごいことしてやる。横尾プロ残り32ヤードです。クラブは52度です。横尾プロの3打目です。ゴー。しょうがないねこれね。岡崎コーチ、クラブはサンドウェッジです。岡崎コーチの4打目です。いいの？僕はいいと思いますよ。世界の丸山、まあ、コーチングがやっぱうまいね、あいつは。いいこと習ったね、今日。横プロは大きく距離を残したものの、顎近くのバンカーショットをナイスアウト。プロは全員がレギュラーオンです。横プロのバーディートライです。うまい。お先どうぞ。マーク。何？マークします。マーク戦？はい。いやマーク戦じゃないです。マークします。マーク戦。面白い。行っちゃって大丈夫ですか？はい。岡崎さんからですね、多分。あ、そうでしょ。しっかり私の番だと思ってました。失礼しました。でへ。でへ。岡崎コーチのパーパットです。マル。全体傾斜があるからな。いや、最後ほんとションベンタレだな。入れ。バックスイング、入れ。バックスイング小さすぎんじゃないですか。届け。岡崎コーチボギーです。いや、入ってるから。まっすぐ。丸山プロのバーディートライです。あれ、それフックすんの？マリアプロパーです。やばいな、これ。マリアマプロパーです。レジェンドの感じ出ちゃってる。どう？立山プロのバーディートライです。フックですよね。完全フック。立山プロこれ入れてパーです。お先です。
立山プロパーです。夜行プロのパーパットです。そういう意味で怖っ。怖いね。プロは全員がパーでホールアウト。岡崎コーチもナイスプレーでした。メールお願いします。はい、いただいております。宮崎県女性からいただいております。ツアーなど日本全国を移動されることが多いかと思います。移動中はどんな風に過ごされているのでしょうか。また訪れるのを楽しみにしている街などはありますか。いろいろあるね。すすきのオープンだとか中洲オープンだとか新地オープンだとかさそこだけですか。昔はよくあった。そういうことを聞きたいわけでしょ。違う違う、だから移動中の飛行機の中とか電車の中とかどういうふうにしてるかとかそういうのも含めでしょ。で、どこに行くのが楽しみですかみたいなことですよね。そう、街ですね。はい、僕北海道も好きですし、まあ、手紙くれた宮崎も好きです ね。大好きです。要はどっか。そうですね、まあ、どこ行っても楽しいですよ。でも、はい、どこ行っても楽しいです。なんかでもすっごい不便なところはちょっと辛い時あるよね。たまにですね。食事を探すの大変とか、たまにあるっすよ。あるんだ。はい。アメリカなんか行くと、もうそんなとこばっかりなんで。ひどいらしい。いやいやいや、もう本当苦しいっす。まあアメリカ行ったら大変なことないっすよね。まあそう、アメリカから比べたらどこでも平気です。移動中は？僕なんかほぼ音楽聴いてます。寝てますね。寝てる？これ？わかんない。平子ちゃん。どうやってお腹バレないようにしようかなと思って。立山さん結構本読んでますよ。あ、そうなの。はい、あ、そう、本読んでるじゃないですか。言わないでよ。いや、結構本読んでますよ。そういうこと。あの一番似合わないね、本なんかね。僕がもうやめてよ。あれの寝室とかね。すごいんですよ。隣の老眼鏡をこの辺にしてこうやってやってます。こうやってやってます。意外と真面目。ということだそうです。でもゴルファーっていいのはやっぱりいろんな土地に行けていろんな美味しいものを食べれるからそれはすごくいいよね。そうですね、うん、はい、その楽しみを持つっていうことがツアーを楽しめる一つの道なんではないかなっていう、うん、気がします。そこを楽しめないと苦しくなるかもしれないですね、はい、ゴルフ武勇伝番組公式サイトでは秘蔵映像も公開中。テレビの裏側お見せします。番組へのご意見、ご感想もお待ちしています。高校生の時から電車の中でこうやってさ、江戸屋で横八投げなくなったんで、江戸屋丸八で。布団屋じゃないんですか。布団屋みたいな。最高の舞台でプロたちの死闘が続く。広い空の下、名門北海道ブルックスカントリークラブで戦う今月のゴルフ武勇伝。次回は18番パー4での戦いから。来週もお見逃しなく。どうすんだ。うまい。ナイスアウト。すごい。